年末、それは別れの季節でもある。今年もクーニンズを去る男がいます。はい、それではですね、クーニンズの卒業メンバーのルイ君とズームがつながりました。こちらです。卒業おめでとう。クーニンズの初代ビタ止めキャッチャールイ。酒田南高校から立正大学に進学した彼は、大学在学中クーニンズに入部。類稀なキャッチングを武器にクーニンズの投手陣を引っ張ってくれました。動画の企画では元プロ野球選手門倉さんとバッテリーを組んだことも。その門倉選手もキャッチングを評価してました。新しいミットの片付けをバッティングセンターでするなど、実践的な片付けも披露してくれました。そんなルイは就職活動、地元山形に就職するべく、2020年は途中から山形に帰省して就職活動をしておりました。地元山形の銀行の方に就職が決まって、クーニンズを卒業することになりました。クーニンズには大学2年生の時からずっと所属させてもらったんですけど、やっぱりこう今まで年が大きく離れた方たちと野球するっていうのはすごく新鮮な中で野球をさせていただきました。山形から一人で上京してきて頼れる大人の方たちっていうのがいない中で、クーニンズの先輩方はとても心強かったなと今思います。野球のことはもちろんなんですけど、社会人としての在り方だったり、将来のことについても、指導していただく場面があったりしました。僕の家庭は、母親とあと僕が長男で片親で育ってきたんですけど、兄や父がいるならばこんな感じかなと勝手に一人で思ったりもしました。東京での生活の思い出は一番何かと聞かれたら、クーニンズでの生活が一番だなと今すごく思います。山形に帰っちゃって卒業はするんですけど、山形からクーニンズの活躍を願ってます。今までありがとうございました。めちゃくちゃ喋れるな。で、ルイは向こう山形では野球は続けるの？野球は、はい、続けるんですけど、まだチームは決まってないんで。あ、そうなんや。じゃあどこかにもしかしたら全国大会で当たる可能性もあるってこと？そうですね。ああ、じゃあそれは楽しみやね。キャッチャー、ルイと全国大会で戦える日を夢見て、こっちも頑張りますので、山形でも頑張ってください。はい。じゃあ、同級生のイカイラ、はい、最後にルイ君にメッセージを。まあ、一番仲良くしてくれたらルイで、本当よくしてもらったんで、これからもなんか、あれば、まあ、こっちに来た時とか、自分があっちにいた時は、まあ、ご飯とか行けたらいいなと思います。そんなルイのクーニンズ最終打席、今年の3月に行われた練習試合。ルイの最終打席は2アウトランナー1・3塁のチャンス。これがクーニンズで残したルイの最後のヒットでした。センターの頭を越えるタイムリースリーベースヒット。もともと打撃には自信のあったルイ、最後に綺麗な一本を見せてくれました。あの山形行ってもね、こっちまたね落ち着いて来ることあったら言ってください。どうもありがとうございました。それではね、バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい、ありがとう。じゃあね、またね。はい、それでは続いてのですね、卒業メンバーはクーニンズ1年目から活躍してくれたピッチャーヤーマンです。おっ、髪型な、髪型。ヤーマンはクーニンズ2年目の2018年、高松宮一部全国大会の初戦に登板。3回を4奪三振無失点に抑えるなど好投してくれました。高校野球を経験していない帰宅部のヤーマンが全国大会で輝きを見せてくれた。その投球がクーニンが最も感動した試合かもしれません。ただそんなヤーマンは2019年からは右肩痛に見舞われ、なかなか登板する機会がありませんでした。
そして結婚したヤーマンは子供ができ、ますます野球から離れていきましたが、今年12月に行われた公式戦、もともと二刀流だったヤーマンは最後にエース若林を打つなど打撃面で活躍。これがヤーマンのクーニンズでの最後の試合となりました。この前はね、エース若林からのタイムリーヒット感動しましたよ。はい、ありがとうございます。まさかあれが最後になるとはね、誰もが思わなかったけど、はい、ちょっと最後のメッセージお願いできる？まあ、自分が高校野球やってない中で、クラブチームで、全国で優勝を目指すっていう中でやらせてもらって本当に感謝しています。クニさんにも、全国行った時に、マウンドを立たせてもらって本当にいい経験でしたし、自分の人生の中でも最高に楽しい野球をこの4年間でできたと思って本当にみんなに感謝しています。ありがとうございます。で、選手はでちょっと時間があんまり取れないので、引退で時間が作れるようになったら、また復活というか、国じゃないところでやるかもしれないですし、それはそれで、グラウンドでまたみんなに会えればいいなと思いますので、1月にも、全国の舞台でまた試合あると思うので頑張ってください。ありがとうございました。ヤーマンはね、2018年の高松宮全国大会行った時にね、3回抑えたっていうね、あれは結構ね、個人的にはすごく感動してるんだけど、その後ね、ちょっと肩痛めちゃってあんまり満足にいけなかったけど、1年目からずっといてくれたし、投げられない中に結構ね、夏のとかいろいろしてくれた中で大変感謝したメンバーの一人なので、ヤーマンね、結婚して子供も生まれて、今子供の元気な声超えてるけど、そう、ヤーマンのね、奥さんにも結構赤ちゃん抱いてくださいみたいなあったけどね、ちょっと俺は今この時期やからまだ抱けてないけど、落ち着いたらね、またね遊びに行かせてください。はい、ありがとうございます。はい、ということでヤーマンでした。お疲れ様。頑張れ。バイバイ。さあ、そして一方で体験入部中だった川上くんは正式に入団とします。高い参加率と積極的な雑務、若手のいい見本となってくれると痛切に感じました。川上くん、これからよろしくです。また芹沢の友達小野寺も入団となります。頭が大きすぎてヘルメットサイズがありませんが、新たに発注したいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。